はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ナイトファイラス、厳選してますか？してる人は多いのではないでしょうか？俺もね、いいやつを出そうとやってるんだけども、なかなか出ないですね。このいいやつっていうのが、おしゃれさんかつ、特技特性がいいやつなんだよね。これをね、厳選するのが難しい。で、コメントにもあって、俺もね、結構感じてることなんだけども、時間帯によって、出やすい、出にくいがあるんじゃないのか。そう思うんですよね。ということで今日は、ナイトファイラスは、日中に出やすい。それをね、ちょっと検証したいと思います。日中と、日が沈んでから、で、厳選をして、おしゃれさんがどれぐらい出るのか、その数を測ってみようと思います。では、スタートですね。ナイトファイラスの場所がまだわからないよっていう人は、ちょっと説明しますね。まず、駅。ここです。これね、雪の三陸の駅。俺前、この前ね、雪の三霊って言ってたね。うん、確かに三霊みたいにね、思うんだけども、これは三陸ですね。すごい国語力がね、試されましたね。ちょっと、焚き火で、朝にしていきます。で、朝にして、日が暮れるまで。で、次は日が暮れてから朝になるまで。それで、厳選をします。多分、日が暮れて朝になるまで、そのスパンがどうだろう。30分か40分ぐらいかな。それぐらいで一周回ると思うんですけどね。はい、着きました。ここですね。ここで厳選します。こっから、架空を使って飛びます。で、この木の根っこがあるんだよね。この上で、あー、落ちちゃったあの上で、厳選をやっていきたいと思います。はい、着きました。いきなりナイトファイラス出てるね。でね、ナイトファイラスの見分けがね、結構難しいんだよね。まず、模様が入るんだけども、模様もこっからじゃちょっと見えにくいし、マスクをつけてるのよ。目だけのマスク。あれも見えないのよ。なので、剣の色で、判断するしかこっからはないのかな。この前ね、黄色の剣見たのよ。黄色。あの、ナイトファイラスじゃなくて、バルデバランの。倒しちゃったんだよね。スカウト弾撃つ前に。あのね、黄色のバルデバランは惜しかった。すごい悔やむ。まあ、とりあえず、ここに、降り立ちまして、こんな感じですね。で、厳選していきましょう。ナイトファイラス自体は、結構出るんだけども、これのオシャレなんだよね。剣の色が、ピンク、緑、黄色。だよね、多分。一緒だと思うんだけども。黄色、緑、ピンクのやつを探していきます。まあ、とりあえず今ね、朝になったばっかりなので、日が沈むまで、何体ぐらい出るんでしょうか？そして沈んでからは、どれぐらい出るのか？これをちょっと検証します。あー、これはね、ピンクで、模様までついてるね。ピンク模様付きだ。あー、これは惜しいな。一応倒すか。もったいないからね。サタンジェネラルも、まあ全然強いので、いいでしょう。あー、これは、あ、メガネまでついてる。これもう超上級のおしゃれさんだね。模様がついて、剣の色がピンクで、で、メガネまでつけてる。うわ、これ超上級のおしゃれさんでした。いや、この感じの、ナイトファイラスが欲しいんだよね。出たけど、サタンジェネラルの方ですね。サタンジェネラルのピンク。もういいね。うん、ナイトファイラスだけを探そう。おっと？これ緑じゃない？緑。緑の剣発見。よし、ナイトファイラスの緑発見しましたね。日中です。でも、あれだね、剣の色が違うだけだね。うん、他は、そのまんまみたいですね。はい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 。あ、でもまあ日中でナイトファイラス見つけることはできましたね。まあもう少し探してみましょう。
あー、こいつは、模様がついてるな。一応取るか。模様付きがまた出ました。メガネはつけてないっぽいね。うん、模様だけだ。この模様の色もあんのかな？模様は多分今までこのピンクっぽい色しか出てないんだけども、なんか模様に色があればかっこいいけどね。いや、どうなんでしょう。あー、またサタンジェネラルですね。でもこれは剣だけなんでやめときましょう。もうそろそろ日中が終わりそうですね。もう少し出ないかな。あー、出たね。緑の剣の、柄付き。で、メガネはつけてないね。マスクはつけてないタイプだ。でもまあまあいいでしょう、いいでしょう。いや、これのね、セットの、このセットのナイトファイダスが欲しかった、俺は。でも、サタンジェネラルか、まあまあいいじゃないですか。とりあえず出てきてくれたってことは嬉しい。え？あ、俺、弾売ってなかった。弾売ってなかったか。そうか。もう夜になりそうですね。まあまあ、とりあえず夜ギリギリまではやりましょう。ああ、夜になるギリギリでピンクが出ましたね。ピンクが出た。でもピンクはいらない。もう一回ぐらい行こうか。もう無理か。そろそろ夜ですね。もうここら辺から夜としてみてもいいでしょう。午前中の間にナイトファイラスが1体、そしてサタンジェネラルが5体出ましたね。まあまあまあ結構出た方ではないでしょうか。では、夜は何回出るでしょうか。なんかね、前やった時はね、全然出なかった気がするんだけども、今日はどうだ。まあみっちり朝まで厳選してみます。今ね、真ん中まで月が昇りましたけども、一向に出ないね。一回も出ませんね。ナイトファイラスは出るのよ。ナイトファイラスは出るんだけども、おしゃれさんが来ない。サタンジェネラルのおしゃれさんも一度も来ない。うん。やっぱりね、午前中だけしか出ないんじゃない？なんかそんな気するよ。まあ、とりあえず、朝までこれを続けてやってみましょう。多分出ないと思うけどね。多分そろそろ朝になってくると思いますけども、夜の間はね、一回も出ない。一回も出ない。うん。これ、前もね、俺、ここで厳選した時に思ったんだよね。夜の時って出なくないって思ったんだよね。で、今日改めてやってみたんだけども、いや、これ間違いないね。夜は出ない。うん。なんで、厳選をするなら、日が昇ってる間だね。うん。必ず、焚き火で朝にしてから、やる方が良さそう。間違いないよね。うん。まあまあ、もう少し、朝になってから、出るまでやってみましょう。多分すぐ出るとは思うんだけどね、朝になると。あー、ナイトファイラスじゃないんだけども、サタンジェネラルの、緑の柄付きが出ましたね。やっぱりほら、日が昇ってからだよ。うん、日が昇ってからじゃないと、出ない。多分これはもう確実だと思う。うん。で、これ、サタンジェネラルだけじゃなくて、他のモンスターでも、あるんじゃない？うん。おそらくね。あ、ナイトファイラスも出ましたね。ナイトファイラスの、剣がピンク。だね。ピンクが、やっぱり一番出やすいんじゃないかな。で、黄色が一番出にくいような気がする。うん。ピンクが、まあ出やすい。で、緑がそこそこで、黄色が全く出ない。なんかそんな気がしますね。はい。まあまあ、とりあえず、戻って、てからどんなやつが出たかちょっと最後に見てみますね。それでは戻りました。見ていきましょう。2体ぐらい確か逃したよね。だから、どれぐらいだ。希望者はこちらです。まあこんなもんか。うん。でも模様付きが3体だね。うん。で
剣の色が違うのがピンクと緑だったかな。はい。で、おしゃれさんだからといって強いわけではないんだよね。うん。強い個体が出やすくはあると思うんだけども、まあ弱いのが出てくることももちろんありますよね。絶技持ちではあるね。絶技は持ってます。で、ストイック。あ、まあまあ、普通に強いやつだな。で、こっちは、はい。まあ、変わらず。レレリーも、多分、あ、ベギラゴン持ってるね。ベギラゴン。でも魔法よりも、普通の物理技の方がいいのかな。ああ、これは2つしかないね。なので、ここは、いりません。では、ナイトファイラス。こちら緑でピンクだよね。ピンクの方は、もうすでに持ってるから、どうだ？いらないならもういらないけども。おお！ !5 個持ち！珍しいね。うん、ベホマまで持って、5個持ちだわ。はい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 。特技4つあって、さらにそれにベホマ持ってるなら、これはいいと思う。特性次第。まあ、うん、こんなもんでしょう。うん、ストイック覚えないからね。ストイック覚えないから、ステータスはちょっと伸びにくいんだけども、MP が結構高いので、ナイトファイラスは使いやすいかな。こっちはどうだ？あ、特技は3つですね。でも、剣が緑でね、結構珍しいんだよな。ああ、ダメだ！ 2 つか。1匹狼も強いんだけども、2つだったらダメですね。はい。まあまあ、今日はね、厳選をしてみましたけども、多分、ナイトファイラスだけではないと思う。他のやつもと思うんだけども、夜は出ません。多分。うん。俺はね、今まで夜を多分、3回丸々厳選してるんだけども、1回も出なかったんだよね。朝は出る。日が昇ってる間は出るので、まあ、厳選をするのであれば、日が昇ってる間にしてみてください。出ると思いますよ。俺も今日は、特技5つ持ちのナイトファイラスだね。まあ、できればここは、1つ1匹狼の方が良かったかなとも思うんだけども、まあ、いいんじゃないですかね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。